はい、皆さんこんにちは、高幸です。今日はですね、皆さんのご質問にお答えしようと思うんですけども、私高幸はですね、何人の情報提供者から旭川から情報が入っているのかというですね、ご質問がですね、いろんな方から来るんですよね。でそれについてお話したいと思うんですけども、かなりの人数いますし、常にですね、一人の方からずっと情報提供をいただいてるのかっていうと、そんなことなくて、ずっとつながりのある方ってあんまりいないんですよね。数人だけだと思うんですよ。ですので、その事件、事案、人物によってそれぞれの情報提供者がついていると。ですので、だいたい動画1本につき情報提供者は1人で、深い内容だとその1人の情報提供者さんから何本も動画が作れるというような形になりますね。ですので、今までで言うと旭川いじめ事件だと、その関係者の同級生であったり、同級生の親御さんであったり、その地域のお住まいのご近所さんであったり、そういった方々の情報提供が多いです。あとはカムイコタンになりますとですね、私が特に初期の頃から連絡を取っていたのは、半グレや不良たちの、仲間内の人物です。あと三陸街に、古くから出入りがあって、三陸のことを知り尽くしている方、そんな方々が情報提供者になってます。でその他にもいろいろいて、自衛隊の方であったりとか、看護師であったりとか、市の職員もいたと思いますし、会社の経営者、飲食店勤務、警察関係者の家族、半グレ、暴力団と近い人物、あとカムイコタンの半グレ関係者の、身内で、そういった方々がですね、さまざまな方がお話をしてくれて協力をいただいております。でなんでそういう方々が私に、情報をくれるのかっていうと、ただ面白半分とかではなくて、そういった知ってる人がですね、被害に遭ったりとか加害者になってしまっては困るということで、その方々の両親からですね、私の方に情報提供をいただいてるんですよね。ですので、私がね、情報発信することによって、これ以上いじめがね、進まないでほしい、これ以上ひどい加害者にならないでほしい、被害者側の方であれば被害者がこの世にあったことを世間に忘れないでほしい、そういった思いがあって私の方に情報提供をしてくれているのだと思います。ですので、私がね、動画で発信するときは必ず情報提供者さんを守る動画になっておりますので、情報提供者さんが動画の内容で、探ったときに、詮索されたときに特定されることが、一番私にとってまずいこと、避けたいことということになっておりますので、何があってもですね、情報提供者さんは守るというですね、意思を私もずっと示してきているので、そういったね、皆さんが情報提供をくれるというふうに思っております。そういったですね、情報提供って私も初期の頃からですね、事件を取り扱ってて情報提供が集まってきたわけではなくて、YouTube を始めてですね、だいたい2万人3万人くらいの頃は情報提供っていうのは全然なくって、自分で全部足を運んで調べたりして動画 YouTube をやっておりました。私 YouTube ね、ずっとやってきた中で、池袋暴走事故ぐらいまでは全く情報提供というのはなかったですよね。やっぱり情報提供
が始まったのは旭川の件を真剣にですね、長く、やっていくことによって、まあ、皆さんのね、信頼が得られて、情報提供してくれるようになったのかなというふうに思います。ですので、まあ、情報提供って本当に信頼できる人間にしか集まらないので、私もですね、本当に身を引き締めて、これからもね、YouTube に気をつけながらね、やっていかなくてはいけないかなというふうにね、思っております。本日はね、私のもとに、情報が入る情報提供者さんが、どんな方がいるのかというですね、ことをお話しさせていただきました。ですのでね、情報提供者さんからいただいた情報でも、全部が全部出しているわけではなくて、これは世の中に出していい、これは出しちゃいけないっていうね、話があるんで、旭川いじめ事件だとしても、カムイコタンの事件だとしても、言えてないこといくつかあります。これを言ってしまったらっていうのがね、やっぱりあるんですよね。その辺は私のね、頭の中には入っておりますが、事件のね、真相に近づいた時、事件を解明する時にはもちろんそういったものを使いますけども、そういう時が来なければ、まあ、ずっとね、私の頭の中に入ったままということになるんではないかと思います。はい、ということで、本日はね、情報提供者のお話をさせていただきました。ではまたお会いしましょう。じゃあね。そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？